Manon. Tú. Patú, oférete. なんとか借金の支払いを伸ばしてもらったが、返せなんて思い当たらん。何ちゅうんだば。奴らの嫌がらせのせいで仕事が来ねえ。せっかく夏たちが帰ってきたのによ。ギルドがそんな状況だったなんて。私たちがいない間、マカオさんがマスターとしてクリ。これは俺たちの問題でもあるな。うん、ギルドの問題だからね。みんなで協力してお金稼ぐ。おお、そうね。ギルジェル。わお。ちーちゃん。うん。そうかな。そうだな。もう。なあ。よし。サンキュー。おう。うん。まずは依頼書を見てみっか。ってこれだけかよ。イエス。それだけギルドが落ちぶれてるってことね。行方不明の人を探せ。その依頼、ウェンディ。その人は、そうか。よし。あ、ちょっと家に戻ってもいい？7年開けたままになってるし。頑張ってね。7年分の家賃を払うまで。いやあ、7年分そんな大金は。ルーシーさんもです。え、ウェンディも。フェアリーヒルズも。フェアリーテールも。なんだルーシー。え、大変だよね。お、ハッピー、今日からルーシーが金庫盗まれちゃった。魚買うお金もないよ。なんだってよく探したのか。うん、隅々まで探して。ルシー、別にいいけど。ギルドも私たちも。そうね。
こ行くかな。よし、ここだ。ここだ。依頼書によると、ここが消息を絶った場所ね。行方不明になった奴を探して、連れて帰ればいいんだろう。ハッピー、どっちが早く見つけられるか、勝負だ。アイサー、ここにはモンスターが出ます。気をつけて進みまし。あいつら、聞いてないわ。気をつけていきましょう。Scorpion! ありがとう、助かったよ。怪我を見せてください。私、ああ、痛みが引いていく。お嬢ちゃん、こんなに若いのに治癒魔法を。ところでオタクラはどこのギルドだ。フェアリーテイルだ。フェアリーテイル、聞いたことないな、うん、新しいギルドなのか。ノー、フィオーレで知らない人はいないギルドだったのに。さて次は、よし、帰ってきたぞ。入った。
頑張ってるみたいだな。よし、これお役に立てたよ。早くお家に。あ、いや、次行こうぜ、次。密輸組織を見つけ出して取引現場を抑えろってことかしら。その仕事俺も。ああ横取りする。そうは言ってねえだろうが。何か因縁があるのね。いいわ、一緒に行きましょう。いいのかよルシー、お前の取り分がなくなるぞ。なんで私の分なのよ。俺の分はいい、お前らにやるよ。さて行き先は。よいしょっと。さあ、グレイ、依頼の取引現場を知った。あいつらもう二度とやらないと言っておきながら。悪いやつなんでしょ。もう一度懲らしめなきゃ。ああそうだな。
行き先は。行き先は。よいしょっと。よし。Magnolia. Magnolia. ありがとう。あいつだ。あいつで間違いない。グレイ、本当にやっちゃっていいんだな。なあ、思いっきりやってやれ。Good job. Nice. そこまでだ。
観念しろ。お前は古い。7年前に死んだはずじゃ。そう簡単に死ぬかよ。それよりお前、なんでまた密輸なんて始め。それはお前が。はあ、それがどう関係すんだよ。違う、そうじゃないんだ。捕まった後事業はうまくいき、俺らは本当の家族のようになった。私たちが天狼島で消えて目を覚ましてくれたあんたの恩に報いたいと思って資材を投じて捜索隊を送ったが見つからず、やがて金がつ。バカ野郎、それでまた密輸に手を出した。こいつらはお前のか。グレイ、まあお前らの気持ちは嬉しいけど、Yo voy. Thank you. ¡Cállate, papá! ¡Gambate, ne! ¡Sasuga, da, ne! ¡Taiho, sale, chata, ne! ¡Daijoubu, da, ro! ¡Aitra, va! ¡Va! ¡So, da, ne! ¡Core, ni te, ikken, nakusaku!Esta calle es buena idea. ¡Gambate, ne! ¡Ara! ¡Saikou, ne! ¡Sante, sugi wa!よし。わかんない。ルーシー。ごめんなさい。え？ひでえことしやがる。手紙や荷物を楽しみに待っている人がいるのに許せない。大変なことになっているようだ。エルザ、これってエルザが出るほどの事件なの？これには私の、いや、何でもない。
敵は小規模ながら闇ギルドの連中だ。気を抜くと痛い目を見るぞ。7年間のブランクが怖いところね。でもエルザがいる。魔導士相手なら手加減はいらねえな。ようやく本気が出せる。あんたはいつも全力でしょうが。弁償で赤字にならないといいけど。ルーシーはいつも心配性で。So this is a great place. Amazing. Amazing. 注意して進め。返してもらうぞ。かわいい石。お前らみたいな闇ギルドには容赦しねえ。ナイツやっちゃえ。よし、おりゃ、よっしゃ、いっちゃいくか。
カリューの暴れたんねえぞ。斬られたいものからかかってこい。郵便物は全部無事よ。え？ああ、これか。中身は大丈夫？壊れてたりし。問題ない。あれ、エルザ、荷物が破けてるよ。穴からなんかこぼれ。下着？あ。これは確かに下着だが。ああ、それが可愛い。よし。Wow, Elsa. Catch it, Papa! Huhu, you're the one. You did it. Mail goods are all the owner's. Good. Mail goods are, and also, they arrived. Yes.オーラには何も届いてないよ。ハッピーには今度俺が魚を送る。うわーい、郵便って幸せ。あんたたち同じ。エルザ。
とう。ちょっと大事な話があるんだって。ん？私ギルドに来た理由って父親を探して。そりゃ初耳だな。そことはあれが、お前の親父さんはフェアリーテイル。ギルダッツなんだ。えー、いろいろあってずっと言えなかったんだけど。ちょっと待て、お前。受け入れがたいよね。誰の子なんだ？サラ、ナオミ、クレア、フィーナ、マリー、イライザ、いや、髪の色が違う。エマ、ライラ、ジーン、シドニー、ミシェル、ステファニー。オーマイガー。よっさん、どんだけ女作ってんだよ。わかった。シルビアだな。そっくりだぜ。セレスト。ああ、もう腹立つ。こんなしょうもない。とにかくそういうことだから。待てって。私が言いたかったのはそれだけ。別に今まで通りで構わ。コーネリアの子だ。間違いねえ。話せよ。なんで今まで黙ってたんだ。言い出しづらかったんだ。そんなこんなで。コーネリアは俺が唯一愛した女だ。結婚したのも仕事ばかりの俺に愛想を尽かして出て行ったのが18年前。子供がいたなんて。つまりお前に気づいてやれなかった。いいよ、わざとバレないようにしてたの私だし。勝手で。こんなに近くに。むす。よせって。責任取れとかそういうつもり。ただ一回で会えてよかったよ、お父さん。かな。もう寂しい思いはさせねえ。二度とさ。これからは仕事に行くのも。それはちょっとうざいかな。だから俺にお前を愛する資格をくれ。お父さんか。帰ったら久しぶりに会ってみようかな。いえ、She's dead. Okay. いくらかは稼いだけど、ギルドの借金はおろか、7年分の家賃にもならないよ。7年か。私、7年も連絡してないってことになるんだよ。お父さんに。私、お父さんに会いたいって思って。あの、すみません、ジュード・ハートフィリアという人を探してるんですが。大変お伝えづらいのですが、ジュードさんは一月前に亡くなられました。本当に。お、
now what? Windy. Yeah, I know where to go now. Let's find Lucy.違うぞ。うまく言えねえけど、涙が出るとか出ねえとか、そんなことじゃねえと思うぞ。ありがとう。本当、私は意外と大丈夫だから。 お父さん、覚えててくれた。やばい。ヒッディン。お父さん、私も大好きだよ。ルーシーは？
よし。Fuende. よいしょっと。よいしょっと。よいしょっと。もういい。
화참만록.
ありがとう。Ala, buo naman ako. Oh my god. Wow. Okay. Okay. I can switch. Deliver is well. Hmm.
ありがとう。Report to Levi.Material for you, Levi. Good luck. Good luck, Levi. Ano kong gagawin ko? そういえばギルドの借金ってどうなったんだろう。貸したものは返せ。それがオタクのギルドの7年間私たちのギルドへのその分全てを私たちもあなたで7年間ガキどもが、おい小僧、戦争ってことでいいんだな。っていうことがあったのよ。フェアリーテールらしいミライジン。Can you listen? Wandering forest. Katin o ano ko?どこに行きましょう。
し、ボイン。気をつけていきましょう。よっしゃ、行っちゃ行くか。おお、こよ。天竜の方向。よし。ルーシーキック。ルーシーキック。よし。鉄柱の鉄拳。カリューの鉄拳。よっしゃ、勝った。エボイ。The week. Let's save it. なかなかやるでしょ。バネドン。え。リサナもば。帰ってきましたね。マスターとはな。何言ってんだよ。こんなの代行みてえなもんだよ。今すぐこの座返すよ。では返してもらおうかの。次のマスターはすでに決めてあるんだ。五代目フェアリーテイルマスターギルダーツクライム。おお。ギルダーツはどうした。置き手紙がありました。マスター、それにギルドのみんなへ。マスターとか悪いが柄じゃねえ。俺はしばらく旅に出る。気が向いたら帰るつもりだ。それまで元気でな。フェアリーテールは俺の家だ。必ず帰る。その時までにフェアリーテールがまたフィオーレ一のギルドになってることを願う。ええ、ボーイ。だがそれは俺の役目じゃない。ビガンです。お前たちの役目だ、マスター。それがあんたの最後の仕事だ。フェアリーテールを再びフィオーレ一のギルドに。最後じゃと？バカタレが。こうなったらもう誰にもマスターの座は譲らんぞ。結局どういうことなんだ。じっちゃんが3代目で6代目ギルダーツは5代目だけど、私たちもフィオーレ1の夢を託して旅に出ちゃったみたいね。フィオーレ1か。
気の遠い話だな。そうでもないぞ。手っ取り早く1位になれる方法がある。わしらがいない間にフィオーレ1を決める祭りができたんじゃ。フィオーレ中のギルドが集まって魔力を競い合う。その名も大魔党のエンド。大魔党エンブ。まさに祭りってわけか。なるほど。そこで優勝すれば、フェアリーテイルはフィオーレ1のギルドになれる。しかも優勝賞金は3000万ジュエル。おお、燃えてきたぞ。大会は3ヶ月後ね。十分だ。それまでに鍛え直してフェアリーテイルをもう一度フィオーレ1のギルドにしてやる。いいね。うん、みんなの力を一つにすればできないことはない。祭りだよシャルル。このギルドは年中そうでしょ。男、祭りといえば男だ。目指せ3000コン、目指せフィオーレ1。チームフェアリーテイル大魔党演舞に参戦じゃ。ヘーボーイ。となればじっとしてられねえ。修行だ。さっさと出かけっぞ。出かけるってどこへよ。そう言うと思って宿の予約は済ませておいた。早っ。それでどこへ行くの。修行。ギルドの皆で行くとなればそれは合宿。合宿といえば海だ。よし、グレー様、一緒にお仕事に行きましょう。なんだよいきなり。受ける依頼も決めてあるんです。はい、これ依頼書です。グレー様とジュビア二人きりのお先に行って待ってますから。あ、おい、ついにくっつくな。いいじゃないですか。誰も思いっきりギルドの中だろ。全員こっち見てるぞ。はいはい、お幸せに。さっさと行っといで。二人きりでお仕事か。ちげえよ。おほら。あ、そんな強引に。やめて。変な声出すんじゃねえ。行き先は、ここにするか。何が出てくるか。行きましょう。
い、ゲイさん。アイスメイク、アイスゲイザー、ウォーターゲイザー、ワタネビナ。ましか。アイスメイクハンマー、ウォーターカーネン。さて、アイスメイクハンマー、ウォーターカーネン。No. グレー様、勝ちましたよ。ユーズマンウィーニーニー。ヘロージュビア。アイスメイク、アイスゲイザー、ウォーターカーネン。さて、アイスメイクハンマー、ウォーターカーネン。アイスメイクハンマー、ウォーターカーネン。ジュビアにかかればこんなものです。
Dubia. これで依頼された分は全部片付け、ジュビアとグレー様の2人ならもう何も怖くありません。へいへい、仕事。もう釣れないんですから。あ、グレー様危ない。何、モンスターがまだ残って。グレー様お怪我はありませんで。ベタベタ触るな。グレー様、ちょ待って、抱きついてくるな。いいじゃないですか、ここな。余計にダメだ、かえ。ああ待ってください、グレー様。グレー様、グレー様、宝箱か。やれやれ、お出ましか。これを使う。行き先は、うん、何にここにするか。トーマンのオリア。さて次は、行き先は、帰ってきたか。報告も終わったし帰るとするか。お疲れ様でした。お前んち女子寮じゃ。そうですか。ああそうだ、さっきは言い急ぎで。そんなジュビアはグレー様が無事ならそれでいいんです。いや本当に助かったぜ。それはつまりお前がいなきゃダメだっていう、一生一緒にいてくれっていう。そうは言ってねえよ。ジュビアも一生グレー様についていきます。ジュビア、えーボーイ、せーの、しのうえーじゃん。ようやった。
Hope I'm not losing a while. So guys, I will see you guys again on the next Fairy Tail episode. Thank you.